가게! 빨리 질라! 한! 휴! 坂井。 巴の消息は。日吉の湯の打ち出す外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長岡でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにもまるであなたの分身です。 ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。
いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。お前には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだとな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です。弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられる。武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。誰が相手だ。めくちょる俳優の方がつな。進むぞ。
罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。お主は優しすぎるな。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ、孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。蛇の住処もあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたかな。石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者の。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。
俺はここだ! Thank you.
あっちに誰かいる。ああ、そうかい。近くにいるのか。ウヤっても遅いぞ。
堺。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。堺、聞こえたか。一夜一殺。あやつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしがよ。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。樽で痛手を与えられるやも。蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。
火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずまずの敵だ。容赦もない。抜からない。街道から来るぞ。お任せを。どこだ。来るさ。援軍が。奴らを冥府に落としてやれ。ひとまずは。来よったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです。かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。騎士としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び
弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたかな。ヒロノリの罪も償えず、トモエの心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。カネタの木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。酒井様、志村様はご健勝で。今は猛虎に捕らわれておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから。戦の技量に優れ、さらに和歌まで。酒井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。
さあこちらへ。打ちつね公の伝承でございます。いにしえのこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理打ちつね公を召されり、打ちつね神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ちつね放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を打ちつね公に吐きつける。ほどなく打ちつね随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ちつね公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝哀れにおぼし召す。打ちつね対馬へ流されて幾とせの後こと切れる、覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、打ちつね公は海辺行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。法師が言っていた青い紫陽花、この近くだ。
妙だ。あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。誰が相手だ。Come on.
来い、影。こっちです。逃がしてやる。まだ生きてる。ありがとうございます。行け、達者でな。どうかこれを。
しらの精鋭を出せ。払ってなっとんな。また青い花。
Thank you.
青い花が咲く山か。弓はここに違いない。するな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。はないと思え。弓を追うでないぞ。
誰かいるのか調べるぞ。あいつか、どこだ。俺たちに絡むものか。お前も死ねえ。猛虎は初めて見るような武具を持っている。初めはなかった。誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。春子
青い花、この方向だ。青い花、この方向だ。
青い花、この方向だ。青い花、この方向だ。次はあそこだ。氏経の長弓。どこだ。その弓を持てば最後まで死に取りつかれることになるぞ。を倒すことが先決。呪いは倒すことが先決。俺には後で考えよう。
子を倒すことが先決。呪いは後で考えよう。猛虎を倒すことが先決。猛虎を倒すことが先決。猛虎を倒すことが先決。呪いは。